どうも、岡崎隆弘です。始まりました、YouTube 第1回目ということで、まず早速皆さんに、お謝りしないといけないんですけども、すいません、遅刻しました。まだ今あやり始めね。ああ 今は逆にたくさんあってヘッドで話題の上にもう私も遅れるって入れようと思って伊藤くんじゃあポツンって待ってたよ。もう回ってるからこれ嘘やん。でも第1回目で遅刻というね、うん、これはもうすぐ謝罪してもらわんと、あんな意気揚々とここで喋った初回遅刻ですよ、だから言ってやん、そのなんていうん、あのラブな感じってもうすでに信じられへんよね。いや寝坊ですか。え寝坊ですか。いや、寝坊じゃないけど、ちょっとちょっとゲームしすぎた。ゲーム夜に、朝に気合が入ってるのかないのか、わかりませんが、まあ1回目ですね。そうですね、1回目。今日の対談ゲストは改めて教えてください。はい、今日のゲストは岡崎文夫です。まあこの YouTube のテーマになってる縁だったりとか、こう僕がサッカーをしていく上でいろんな人とつながってきたおかげで僕はここまで成長させてもらえたし、で今後もいろんな方から、学んだりしていきたいなと思った時に、誰を一番最初のゲストに持っていくかっていうところを考えた時に、やっぱりこの世と結びつけてくれて一番最初のつな、がりということで岡崎文夫を、ゲストに呼ばせていただくことになりました。何喋りましょう。珍しいですよ、おかんが一人目ですから。そう、まあ仲いいでしょ、あなたたち。そう、一緒のビジネスもやってるし、うん、仲はいいと思う。家族の中でも一番喋る。だから改めてね、今回改めて聞きたいこととかね、その辺を聞いてほしいなと思って。いや、そうやね。人となり、俺のことも分かってもらおうかな、どういう人物だっていうのを。まあ母と子が喋ればもう全部出るでしょうね。確かにね。確かに確かに。隠せれないもんね。カッコつけられるもんね。ああ、そう考えると嫌やな。第一回目にするべきじゃなかった。ボロボロ全部出るよって。じゃあまあどんな話になるか、僕の方もワクワク楽しみなんですけど。皆さんにとって必要な情報、まあ、いい情報が届けられるように、撮りたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ本日の、ゲストを紹介します。岡崎文夫です。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、こちらこそ。一番最初にこの世とこの世、あの世かどの世か知らないけど引き合わせてくれた、はいね、さん、よかったわ。こういう場じゃないとそんなこと言ってくれへんから。多分これ見てる人、あ、なんか親子でこんな会話俺もしてなかったとか言って、これで親子の会話が増えたら嬉しいね。意外に話せないよみんな、なんか大きくなったらなんかみんな子供食べてくれへんとか、うん、なんかね、だから言ってる。そういう意味ではまあ幸せかも。そのさっきの親子が仲いいっていうのはさ、うん、基本的にそういうのはさ、このなんていうの、岡崎家にいてさ、うん、普通や、まあ親が親子でずっと、まあ、今一緒のビジネスもやってるし、2人で夜行バスで東京も行ったし、高速車でね、いろいろ地方回ったし、まあ普通は普通やけど、やっぱ一般的にはその普通じゃないんか。いや、そんなことないと思うよ。まあでも形は喋るからとか喋らへんからとかじゃない、こう根っこの部分かもしれんね。うん、だから全然もっとすごく仲いい親子もいるやろ。その見た目はそんなに密着してないけど、すごいつながってるったりとか、わかんない、いろんな形があるから。なんかみんなほらそれにまとめようとするけどさ、よく喋ってるから仲いいとか喋ってないからとか言うけど、なんかもっと違うのかなとかも、なんかこう、形はそれぞれあっていいのに、意外にみんなその形にこだわるからそれを求めようとするけど、うん、全然根っこは好きじゃなかったりする。親子でも信じられないぐらい、私絶対嘘やと思うねんけど、本当に親子でも
なんかすごく嫌いみたいな、すごくこう仲あんまり仲良くなかったりするから、そんな嘘とか思うけど、本当その人たちのどうなのかなと聞いてみたかったです。確かに、素直に言えないだけなのか、本当は大好きなのにこう言えないのかみたいなね。だからあの形じゃないのかなとは思うけどね。だから喧嘩ばかりしてるからね最近、昨日一昨日つい最近も喧嘩したな。そう、喧嘩っていうか、もう私が腹立ててるだけ。確かに逃げるの上手よね。え流すの、あ、俺がね。そうそう、流すの上手よね。でも思い返してみれば、もしかしたら一番最初の頃からそういう、あれじゃん、テニスを教える、教えないのきっかけになったのもさ、あ、私イライラ、私が、うん、そう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 。まあね、本当テニスだって全国優勝して、インターハイも優勝してさ、でテニスとインストラクターになってテニスのインストラクターになってで、テニスで要は会社も入ったし、テニスの人生やった。それはだから普通考えたら、俺もサッカーやし、弟もサッカーやし、でも母親はテニスで、テニスさせようと思うのがまあ普通というか、テニスになっていく普通、テニスコート連れて行ってたしね。あ、行ってたね。そうそうそう、でこう、違うね、それがね、教えたかったよ。でこうボールを出してこう、空いた時間に やらそうとすんねんけどさ、やっぱり自分の子はなんかどっか期待もあって、できると思ってるから、こうリズムボンボンっていうリズムにこう空振りとかしてると、いや違うってだんだんこう感情が、もう何回もそんなんもう絶対簡単やのにとか言って、なんかだんだん高弘がこう涙目になってくるっていう。そうそうそう、幼稚園だよ。そうそう、5、6歳から、それで、ああ、これなんか私高弘こんなことしたら性格悪くなるんちゃうかなと思って、ああ私教えるの無理やな、家族になんか教えるって言ったらやっぱこう期待をすごいかけちゃうから、多分パワーがあると思う、なんとなくそういうこう絶対させたいみたいな、こうついこう入るとさせたいって思うから。その時思わなかったけど、まあ、その時の記憶はないけど、そうそう、ね、今一緒にビジネスしてて分かる。そう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 、めちゃくちゃなんかパワー強いなと思う。ここまでこうめっちゃ刺したもんね俺に。あ、そう、最初ね、あの何やったっけ、クモン、クモン、スイミング、スイミング、体操教室、体操教室、英語、英語、何やろ、あと書道、あ、書道、塾、塾、なんか、そう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 、ね、なんか自分が子供の時にこうなんかそういうそういうの一つも言ったことがなくて、なんとなくこう自分が結婚したら子供にはなんかいっぱいさせてあげたいみたいな、だから自分の自害で、お前自分の元にこう引き寄せて自分のこうないテリトリーを信じてたもん。そうしたらいいんだ、いいって羨ましいと思ってたから、なんか自分ができなかったことが、いや結婚したらこんな理想の家庭にっていう、自分が子供の時のそうそうそう、なんかこうできなかったことやっぱ憧れみんなあると思うよね、割と思いが強い、思いが強い、あの時教え習わされた英語なんてもう全然残ってないから、うまや、どんだけ払ったの時代で50万かよ。捨て金や。そんな、その捨て金とは思ってないよ。あ、だからほら、なんかほら、その時の情報ってテレビ見たり、ママ友の情報とかで、3歳ぐらいから英会話習ってたらいいよとか、まやなとかって思って。結局、あの時残ったんさ、うん、ガコとマコのさ、あのカセットテープ、物語の、いや、ないけど。あれ、ずっとだから、あの、遠出するときは車で流れてたよね。そう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 。でこれでね、絶対あのなんていう の, あの発音が良くなるとかを信じてたけど、まあでもそのおかげかな知らんけどさ、結局俺大学関西外国語大学でスペイン語学科、スペイン語学科全く役立てない、全く役立てない、ほんまやなのにパラグアイってそこで初めてなんか家庭教師なんか読むみたいな覚えた、結局だから小学校を入る前に英語勉強したのに、中学校で This is a pen で始まって、そうそうそう、 ABC This is a pen で始まって、で高校生になってもまた This is a pen ABC で始まって、大学になってもまた This is a pen ABC で始まって、ずっと初期英語で、ずっと初期英語で同じところでつまずいて、もう英語は諦めない、
いやでも本当に面白いなと思ってね。なんかだからいやだから私もやっぱり今言うてもさ、うん、あそう今年還暦やって、おめでとうございます。ありがとうございます。迎え、うん、だからやっぱりこう長い間生きてきて、うん、そう思うのは大体すごいことになっている始まりはもう本当に地味やったり嫌々だったりたまたまだったりこうあなんかそのすごくない、うん、すごいことをしようと思ってなんかしたことがすごくなってなくて、うん、なんとなく自分がたまたま出会ったりたまたま知ったりたまたまとかいやいやだったことがこうなっていってるみたいな。だから高弘が子供たちがまあ信じも高弘もすごいサッカー好きやけどサッカーをさせたいと思ってさせたわけじゃないもんね、うん、だから嫌いよそうそうそうだってさせたいと思ってた英会話はダメだったわけやそうやな英会話もね、うん、スイミングも塾もそう でもあの夢中になって私が何かやり始めてとりあえず何かさせとかなきゃなっていう、うん、それもお父さんがだからお父さんはナイスパスだね。ナイスさんだよ。お父さんもね、ナイスパス出してくれる。お父さん野球だからね。そうで何かああちょっとこれ俺ら忙しいから僕ら俺らって言うてんの僕ら忙しいから。なんか子供らさせとかなあかんな土日ゲームばっかりさせたらあかんなって言って、うん、それでも私送り迎え嫌よって言ってたもんね。えだってほとんどあの時のさサッカーでさなんか、大学生がコーチで、うん、でまあそのお母さん方が父兄がなんかこう、うん、お茶持ってきたりとか送り迎えこう、うん、みんなで車持ち合わせてやったりとか、うん、来てないもんね高弘の卒業の時にね初めて「あ岡崎さんのお母さんですか」って言われたね。お母さんいたんですね。いたんですねいやいやだから高弘にはちょっとかわいそうなことでもその時からもう忙しかったもんね自分の仕事、ねね、だけど結局そんな夢中になってるね夢中になってくれたら嬉しいとは思ったけど、うん、そんなに今こんなにまで続くと思ってない まして信じなんてプロになってとか想像できない。その時の俺らの思い出ってあるの？あるよ、いっぱいあるよ、そら例えばあの、送っていく車の山道でガス欠何3だねガス欠の何回もあガソリンがないとか言ってもうあのノークラにしてエアコン切って、ラジオ切ってニュートラルにしてそうこれで見ていたら大丈夫やねとか俺がね、泣きながら、うん、そうもう俺遅刻するの絶対嫌だ。なんか本当に真面目やったよね。もう、あの、なんていうのかな今、あのところをちょっと思い出しちょっと始まりはサッカーをやり始めたのは何歳の時その高弘が2年、ちゃ4年と、しんじが2年の秋ぐらいだからもうすぐ5年とじゃあ逆俺が3年から4年よあ、ほんとしんじが1年から2年そんなちっちゃかったっけないや、うん、多分そうやと思う本当、うん、その時まで何にもサッカーなんかしてなかったやん1回入ったな、尼崎に。そう1回塚口に入ったのそれもね本当にこの話で終わるよね、うん、それもそうなのに勝手に引っ越したんよ私がそうなんで運命としかもう運命で解決されたら悪いねんけどなんかまあ私のビジネスがねそのあのまあこうやってた中でもう家がすごく、まあ、すごく素敵な家、まあ、家だったんだけど一軒家の庭付きの駐車場があり何の文句もないとこだったんだけどそこで何かビジネスをするにはなんとなくこう夢がなんとなくイメージができなかったでたまたまその先輩ビジネスの先輩に引っ張られて見に行ったマンションがあのすごい素敵でもうとにかく広くて、うん、あのもうあここで私絶対成功するなって思ってで家賃あの何倍 ?4倍の家賃のところにあのしかもさっき契約してあほやすごいねほんでお父さんに飛んでお父さん引っ越さへんとかなんかその時が多分7月ぐらいだと思うのか8月ぐらいかな9月に引っ越さへんとか言ってお父さんからしたらもうみたいな苦手みたいなだってお父さんはさ一人暮らしの時から一人で住んでて親戚に借りてたよね親戚の人が例えばぶっちゃけもう本当に多分普通に借りたら10万ぐらいあの当時でも10万ぐらいやっただろうっていう家賃
家賃が4万5千円で入らせてもらってて、駐車場もタダで2階建てのな、2階建てのだから多分このビジネスが入ってこなかったらあそこで人生は多分終わってたと思う、完結できてたと思う、うん、ちなみにお父さんの仕事はまだ先やなめっちゃ遠くなってかわいそうにだけど それで引っ越したことで伊藤君と出会ってるからね。ああ確かにね、その宝塚の後にサンダに引っ越した。宝塚は何年いたの？宝塚は2年から中1まで。どっからサンダのその総括は？それサンダもたまたま先輩が、私のテニスの先輩がサンダに欅の4丁目に一戸建てをあの時住宅売り出してたでしょ、売り出してて100倍のとこ当たったところを、そうすごかったね、すごかったね、そうもったいないから買ってたの、うん、家は宝塚にあんねんけど自分が買って人に貸してた。あそうそうそう、あであの転売できないなんかあの条件みたいなあったよね、あの買った人が勝手に転売していろんなことしたら乱れたらいけないから10年間は転売できないっていうのがあったから、誰か借りてくれへんかなって知らない人やったらもう出ないって言われたら困るしとか言って、ほんでたまたま私の前なんかこうちょうどミーティングかなんかしてる時にこの辺に誰か借りてくれないかなって横通り歩いてて、ほんであ見るだけ行こうかな、見るだけ岡崎さんどうって言われて、あ見るだけ、もうこれがね見るだけ行ってみたいって、その時に高平と新次がとにかくマンション2階やねんけど一戸建てで住んでてマンション行ったからもうね、あの下の人にうるさいことのもうそうだからマンションでの生活の仕方は分かってない、ボールでこう遊んだりするから、で私もいないから知らなかったしばらくは、下の人からね、うん、怒鳴られて、めちゃくちゃ怒られてた、もう最後もう警察呼ぶぞぐらい言われてって、で初めてそれをお母さん今度引っ越しは一戸建てかあの茨城1階がいいとか言ってなんか言うのを聞いて、で それと同時にあの私も本当は飽き性で、なんかねもうちょっとまたどっかに引っ越したい気持ちになってたからなんでなんで引っ越したい気持ち、病気やな、病気なの、病気なんか新鮮、もう4年ぐらいで、うん、っていうか一生賃貸でいろんなとこ行きたいと思ってたから、はあ一つの場所の定住は無理だ、なんかいろんなって言ってもあれが兵庫県の南部、南東部兵庫県から出て、兵庫県から出てない、阪神から出てない、怪我来た結果的によ、はい、天宝塚サンダ西宮、兵庫から電灯コートは持てないのよ、兵庫も兵庫も全部チャリで行け頑張ったらチャリで行けるようなそうそう、でもなんせねあのだから模様替えも好きやね、部屋の模様替えとか、うん、あのちょっと家具が変わるだけでこうちょっとワクワクみたいな、なんか変わるのが好きやねなんかね、もともとお母さんはずっと一つの場所に、もうそうなんです、だから あそれの反動かな、もう転校したくてしたくて、その小学校ずっとほらずっと同じところで、うん、同じ家で、だから転校してきた人見たら羨ましかった、なんかあのこうだからそれは知らないからよ、転校生の苦しさを知らないから、逆にそのそうなんよ、だからねそうそれに関してはなんか思ったりはなかった、どう全然だから別にほら転校がいい別に転校な友達増えていいやんって言ってたもん、私岡崎さんでも引っ越し多かったよねって言われて、あと何になってからで、あそういえばそうやねって言ったら、高平の友達のお母さんにね、そういえばそうやなって言って、そうやわって言ったら、そのお母さんはすごいいいこと言ってくれて、あ違う、私があでも友達増えたからよかったかなって言ったら、いやもうその岡崎さんの考え方がすごいって言って、なんか褒めてくれて、いや多いと思いますよ、いやこっちは大変やで、もうさでもどっちかったらそんな引っ越しばっかりして子供かわいそうにとか言う人もいる、ね、そうそう結構大多数いそうな感じですよねそうなんか子供のこと分かってあげてないとか、うんうんうん、だけどだからそう別に私がすごくいいとも思ってないね、なんかあんまりできた母じゃないなと思ってるんだけど、でも、まあ、でも自分の人生もちゃんとあるしねと思って、だけどそう自分のそのエネルギーが子供に言ってたエネルギーが外れたからよかったなと思って、あパワーの出しどころがね自分自身になったから、自分自身に出してたやテニスで、だからそれの時の気持ちをまた思い出して、その自分の人生ちょっと面白くなるなっていう、だからその結婚して子供生まれてでもまたここから自分の人生が始まるんやなっていうのは、あの時からなんかちょっとあの180度変わったかもしれない。確かに、うん、その、まあ、
よそと比べるわけじゃないけど、こう自分が大人になっていた時に、あ、文雄さんが俺が小さい時から声かけしてた言葉っていうのは、あ、すごいなんかためになってたんだなっていうのはいつも思う。それはなんか、その時は別になんかよくこうすごい勉強とかしてくるし、例えば栄養のこととか、うん、新しいことをすごく情報のキャッチが早かったから、そういうのをこう小さい時から、まあ、あんまりこの会って話す時間っていうのは多くはなかったけど、うん、でもその中でも濃い話っていうのは多分だから私が聞いてきてよかった話ね、聞いて聞いて言うてね、うん、無理やりホワイトボード持ってね、そうそうそう、メンタルマネジメントしてあげるわなとか言ってたのね。本当は子供が話したいと思うよ。じゃだからよかったよ。だからすごい、じゃあ僕も聞いて聞いてとか言って、私が自分の楽しかったことを言うから、違う違う、だからよく喋ってくれてた。シンジも喋ってくれたよ。シンジ、うん、あの高広が喋りすぎて喋られなくなっちゃう。いやでもめっちゃ面白くて俺何よ、俺が高校で料理行って、で初めてだから俺が料理行ったことによって初めて3人になるわけ。ああ、そうそう、おの、はいはい、父親と母親とシンジと3人になったわけ。で何ヶ月かしてから俺のとこに文雄さんから電話かかってきてさ、なんか、あ、なんか、あ、そういえばシンジとあんまり喋ってなかったことに今気づいたわね。シンジとどう、なんで喋ったらいいんやろうかっていう話してた。だからどっちかというと高弘は割ともう早めに大人になってたよね、なんとなく。だからやっぱりこうどうしても同じ、本当にこう同じ可愛い、ね、子供って何人でも同じやなっていうのはすごく自分が大人になって分かったんだけど、なんか、あ、順番って、なんか順番で生きてたのに、今までこう必ず何かあったら何かが来て順番で生きてるやん、うん、ね、なんか順番がつくやん。だから2人目できる時になんか心配があったわけ。なんかこんなに可愛い高弘がいて、もう次できたらなんかそのどっちかが好きでどっちかが好きじゃないとか、そんなね、しかもおじいちゃんにそっくりやった。そうそうそう、高弘は生まれた時にもうほら一人目だから何が何でも可愛い、もうぐちゃぐちゃお猿さんみたいな、可愛いってなるなって、もう二人目は落ち着いて、ね、ゆとりがあるから、出てきたらもうパンパンで生まれたから、4200ぐらいで生まれたから、4160か、生まれた時にパンパンで、なんかもうあの私のおじいちゃん、ちょっとこわもてのおじいちゃんなんだけど、おじいちゃんみたいとか、いや可愛く思えるかしらとか。いやめっちゃそっくりやな。冗談やけどね。おじいちゃんそっくりやな。でもね、もうそれはそれはめっちゃ愛おしいね。だからその時に、あ、なんか、あ、同じってあるんやと。だから種類が違う。で、その、それぞれのなんかそれって。ああ人生にあるんやっていうのを初めて体験した。なんかそれで高弘はどっちかっていうとお兄ちゃんって、でもシンジはやっぱり 下の子ってどうしても心配をかけてしまう。なんかこう、あ、そんなに早く大きくならなくていいよみたいな気持ちになっちゃう。でもお兄ちゃんはさ、まあ、しっかりしようって、まあ大体一般的にそんな感じね。だからどっちかっていうと話、そうだね、どうしようって、そんなん大丈夫、シンジかって分かってるよとか、なんかこうシンジ意外にこうあのデリケートな子でね、意外にね、あのめちゃくちゃ面倒くさいよな。自由やなって今だったら分かるんだけど、当時は理解、そのね、理解多くは話さへんわ、なんか、うん、で、あの割とこう否定的やし、あのなんていうかな、受け入れ、優しい、そう、優しい。だからやめときって言ったら、もう分かったみたいな、大丈夫な、俺やめとこうかって、割とすぐ引き下がる。でもここは何が何でも得ようとする。欲しいと思った時に、だから高弘から何かお願いされても、ほんまにいるのそれって大体聞く、うん、もうあかんとか言う。でも新地からお願いされたらいいよって言うんです。へえ、お願いしてくることがあんまりなかった。なんかいいよ、僕これでとか、うん、それにはね、なんでしゃべらんかな。あ、そうそうそう、それで3人になった時に、ああと思った時に中広には相談したんだけど、あ、いい話長くなるけどいいかな、別にどうせカットするから。あ、そうやね。ある時、そう、なんかセレクションの時に、あの、あ、そうや、思い出してきた。そうそうそう。
当にやったー、なんかあったな、信じって言ったら、何にも、でもそんなん入ったって俺の別に、なんか活躍できる。まだ行こうぞ。なんか、全然今もいいんですけど、やったなー。